いや、あの2ヶ月だったんですけど、まだまだ不慣れな、いろんな方に迷惑をやっています。どうでしょう、監督というふうに呼ばれるのには慣れてきました？いや、まだあの呼ばれてもそのままスルーしていってしまう時があるので気をつけてますけど、今自分のこと呼んでたんだなと。あのフリップが 5秒ぐらい経って気づいて振り返るような感じになってますけど、ね、さあ、そしてお二方の共通点といえば、監督以外には今年現役を引退されたということでもあるんですが、阪神監督、はい、選手引退されまして少し経ちましたが、はい、今どうでしょう、お気持ちとしては少し落ち着いてきましたか？いや、まだユニフォームを、ね、着てるんで、その引退っていう感じはないんですよね。まあ、心境のというか、身の回りで変わったことといえば、今の時期に練習しなくてもよくなったっていう、それぐらいです。何か生活していて、あ、引退したんだなって思う時とか何かあるんですか？寝るときにですね、なるべく、まあ、右投げですから、右は下にしないようにとかね、そういう、まあ、起きたときにこう、なんかどっか痛めるんじゃないかとか、そういうものを全く気にせず、寝れるようになりました、はい。なるほど。それから右は痛めてないですか、大丈夫ですか？絶好調です。どうでしょう、小笠原監督は、引退して、ああ、引退したんだなと思うような、ふと思うときってありますか？自分から朝起きた時に今日は大丈夫だよ、そういう心配をしなくてですね、ちょっとあの体の神経を使わないでいいのかなというふうになってきました。どうでしょう、もう一度プレーしたいなと思う時というのはないんですか？じゃあ今はもうないです。はい、楽しい監督はどうでしょう？もうないです。ないですか？もうあの秋季キャンプ1ヶ月やりましたが、監督どうでしょう、手応えとしてましては、この1ヶ月の秋季キャンプやっていまして、はい、今年の秋のキャンプは、基礎基本という本当にこう何ですかね、一番下っていうことをとにかく徹底してやろうということで、1ヶ月半、はい、1ヶ月ぐらいですかね、やったんですけども、まあ考えてたぐらいはできたと思います、はい。何か小笠原監督との2人での役割分担というのはあったんですか？そうですね、まあ、僕が、小笠原監督に、ある程度のことを伝えて、でそれを僕が伝えたことを小笠原監督が伝えて、あの、本当にあれでしょう、スタッフに伝えてくれるという、まあ、そういう、まあ、ストレスはたまることをしてもらいました。そういう風にタクシーが出ました。まさしく名所番組右へ行って右へ行って一番上の一番上の指示のことをみんな動いている選手一軍コーチ二軍コーチ、役目だと思います。これからも継続してやって勉強していきたいと思います。どうですか、その1ヶ月余りのキャンプ指導する立場となりましたが、その指導するという、まあ、初めての経験に近いと思うんですが、やってみていかがでした？難しいことばかりなんですが、非常にいいものです。これから2月に向けて非常に楽しみです。キャンプの内容を見て気になったメニューがありまして、小笠原監督が選手の下半身にガッとしがみついている、かなりちょっと重心下げるようなってやってましたよね。まあ以前の問題しっかりと話して体力強化の意味を含めて体力練習をしてバッティングの技術に関してはバッティングコーチがいますので、そちらの方に任せようと思います。実際にその指導されてみてどう
まれました、その選手たち、下半身の強さといいますか。少しはあるんですが、もう少し鍛えてほしいなというふうに思います。小笠原監督からすれば、まだまだいけるぞ。可能性がすごい。そこが、そこが原動力か。自分のレベルまで押しないと思います。そして、谷繁監督もいろいろメニューを考えられてまして、ダンスを選手にやらせたりしてましたね。どういったことから、野球ぐらいですね、リズムっていうのが必要なんですよね。バッティングにしてもそうですし、ピッチングにもそうですし、そういうちょっとリズム感っていうのをね、選手に伸ばしたいなと思ってやったんですけど、まあ、狙い通りにリズム感のない選手は動かしてました、ね、特に目立った選手は、まあ、目立ったのは高橋周平、かわいい、古本の場面、予想通りですね、その3人は。それが原因で今台湾に送らせているのではないですか。そのやる前に決めてました。そうですか。ちなみに谷繁監督はそのリズムだったのはやっぱりあると思います。音楽をやっぱね聴くのが好きなので、まあ、踊りはしないんですけど、昔でももうやらされたことがあったので、アイスは、まあ、見せられるんじゃないですよ。罰ゲームみたいなことをね。いや、練習に関係して昔漫画時代にやったことがあるんですけど、もうその時からダンスしてるんです。その時は、まあ、ある程度上手に踊れるわけですね。多分あとはキャッチャーに小手ですか、剣道の小手を使った練習もしてますので、まあ、怪我防止ですね、はいはい、あれの全部監督が考えられて、はい、何かその1ヶ月で手応えといいますか、その見ていたことが身になっているなというのが分かりました。まあ、1ヶ月前、怪我始めて、まあ、3ヶ月近くやった選手も2人いるんですけど、まあ正直、1ヶ月前、1ヶ月前400円だよ、こちらウロンちゃん少し上達したなと思っていました。小笠原監督はいかがでしょうか、選手の成長の伸びというのは。10月のスタートの時点より少し良くなっています。また選手の成長に非常に輝いて、おやる気になって継続して来年の2月の春を迎えてほしいなというふうに思います。そしてこうやって2人で指導するようになってしばらく経ちましたけど、谷繁監督から見て小笠原監督の監督ぶりというのはいかがですか。上手にね、僕との距離感を取りながら、その選手との距離感を見ながらやっていきます。はい、ということですか、小笠原監督。いや、いろんなこと考えて、生徒にギリギリの状態でやって、もう少しやったら余裕を持ってできるようにやっていきたいと思います。いや、もう定番すぎるよ。そして、今まで選手時代が分からなかった監督のキャラクターっていうのは、分からないお分かりになりましたね。いや、分かってたら余裕が出てくると思います。まだまだ全然勉強してみたんかい。先にも、そして、来シーズンは80周年、大事なシーズンになると思うんですが、その中で、谷繁監督、平田選手をキャプテンにということがありましたが、これはどういった期待を込めてですか。まあ、平田選手、引っ張ってもらいたいという思いですね。ツーランクレベルを上げてほしいという思いで、小笠原監督と2人で相談して決めました。お二人で相談されたときは異論もなく、もう決めた選手でしょうか。自分の方では
彼とユースはまだまだ未熟な部分はあるんですけど、あえて学生の人の中に一回り二回りと成長していってほしいという期待を込めて宮田という名前を挙げました。どうでしょう、他の選手についてはより今の順位を上昇させるために何かお求め、来シーズン何かありますか。やっぱチーム内でね、意識し合って、競争して、一つのポジションを取りに行くっていう、そういう思いで、そこから次のチームにするということを考えてもらえれば、レベルは上がっていくと思います。となりますと、これからの練習でもいわゆるそういう競争意識というんですか、競争させるというのチーム内でも多くなりそうですか。なると思います、はい、小笠原監督はいかがでしょうか。選手たちに認めるもの、自分の方では自分でやるわけですから、一人でも多く自分の戦力になる選手を育てる、またその中でドラゴンズファン、野球ファンの方が興味を持ってくれるように、そういう選手を一人でも育てたいと思います。力強い目に、いただきましたね。これから毎日少しキャンプは運営がいて、しばらくオフが2人という状況がありますので、この後オフはゆっくりされたりはできるんでしょうか。監督というのはどうなんでしょうか。監督、基本何もないんですよね。来年に向けてどうしようかっていう、その頭の中に常にその考えで、待っていますね。何かオフに必ずすることってあるんですか。温泉に行くですとか、何か旅行に行くですとか、欠かさないことも。その年によって、やることは変わります。小笠原監督はいかがでしょうか。少しゆっくりできるんでしょうか。まず頭を休めて、その中で太らない、運動量が落ちますので、太らないようにしようかなと思います。もうやはり頭の中はそういった監督のこと、野球のことでもいっぱいになるわけですよね。気づいてると野球のこと考えてしまって、12月に入ったら頭を真っ白にしてのんびりしたいなと思います。はい、さあでは少しの時間かもしれませんが、英気を養っていただいて、ね、はい、ぜひ今日この名古屋ドームにお越しのファンの皆さんと共に喜びを分かち合うために、はい、ぜひですね、最後に来年への決意表明をそれぞれいただきたいんですが、まずは、では小笠原監督からよろしくお願いします。来シーズンファンの皆様に喜んでもらえるように、なんとか力強い選手を育てていきたいと思います。よろしくお願いします。谷繁監督お願いします。はい、簡単ではないですが、日本一目指して頑張ります。お願いします。今日本一で言葉が聞けましたね。拍手の大きさが皆さんの期待を表してますよね。ぜひ私たちファンのためにも監督日本一お願いします。はい、ということで、この時間はスペシャルトークショーとしてお届けいたしました。谷繁元信監督、そして